ごきげんよう、囚人諸君。僕の名前は S。 この監獄の監視をしている。僕はお前たちの罪を知りたい。それが許せるものなのか、それとも到底許せないものなのか、裁くのが僕の役目なんだ。僕は S、 監獄ミルグラムの監視、それだけは覚えている。あ、僕は桜井遥と言います。17歳だったと思います。あ、いや、自分の年齢に興味なくてごめんなさい。監視さん、あまり僕に近づかない方がいい。生まれつき人を不幸にすることだけは得意なんです。じゃあどうすればよかったんだよ。どうすればさ、教えてよ。バカな僕にも分かるようにさ。私の名前は樫木ユノ。あ、ユノでいいよ。18歳の高校3年生で、あとなんだろう、辛い食べ物が好きかな。いい悪いとか看守さんが決めるの？無理だと思うな。ただの好き嫌いでしょ、それって。梶山風太、20歳、大学生。何してんだよ。今度はお前が自己紹介すんのが礼儀だろ。こんなの許されるわけねえだろ。人権侵害だ。絶対訴えてやるからな、てめえ。俺だけじゃ無駄だ。みんな面白がってただろうがよ。なんで俺だけ責められなきゃいけねえんだよ。名前は楠木ムー。16歳、高校生。怖いこととか痛いことはやめてね。私のしたことが悪いかどうかなんて他の人にはわからないよ。私がどんなに辛い思いをしたかわかりっこないんだもん。あなたが悪いんだよ。私もひどいことするから。霧崎指導、29歳。で、他に聞きたいことはありますか？君の目的が何なのかは分かりませんが、こんなまだるっこしい真似は必要ありません。さっさと俺を殺せば済む話ですよ。確かに死んでない。ただ死んでないよね。今さら分かったよ。俺が奪ったものの価値を。どうも、椎名真昼、22歳です。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。帰れないのは困っちゃうんだけど、まあいいかな。帰ってももう何もないし。それに看守さんと話してるの楽しいよ。これが向原和井、39歳だよ。君の世代からしたらもうだいぶおじさんだろう。はあ、自分で言ってて嫌になっちゃうね。10人の人間を拉致監禁するなんて、君一人でできるわけがないよね。裏にどんな組織がいるのか、そいつらの目的が何なのか、考えるだけで気が遠くなるね。胸に決まって
ね。百瀬あまね、12歳です。小学6年生です。これからよろしくお願いします。私の罪と言いますが、今看守さんが行っている行為も犯罪なのではないですか？まあ私は法律よりも大事なものがあると思いますので、それで看守さんを軽蔑したりはしませんよ。茅野美琴、23歳。いや、それより君さ、こういうの良くないと思うよ。警察とか出てくる前にやめときなよ。いや、本当にわかんないんだよね。僕は一体何の罪を犯したって言うんだろう。監視君知ってる？ゆずりはことこ、20歳。それ以外は今のところ喋る気はないわ。そちらの手の内がわからない間はね。あなた看守なわけだし、私たちのことよく知ってるのよね。ねえ、協力しない？私たちの利害は一致するはずだよ。